この匂い美味しそう。おい、来てみろよ。モンスターたちが戦ってる。どっちが勝つかな。気をつけて登ろう。見るからに強敵って感じだね。相手は強い。気を抜くなよ。準備万端。オッケーだよ。行こう。ありがとう。物足りねえな。おいノア、ランツが強い敵とやりてえってよ。これは良さそうなものを見つけたね。珍しいのがいるね。これは良さそうなものを見つけたね。と見るからに強敵って感じだね。気を抜くなよ。こちらの戦力なら問題ない。みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ、太陽。はっ。
っと。これは良さそうなものを見つけたね。珍しい敵だね。はっ、収集完了だ。雨が降りそうだね。戻るとするか。犯人はニトニトとウベベだったか。どのノポンだよ。コロニーサーティンはノポンばっかだけどな。関係が変わったみたいだ。必要なものはと。
れは残さないようにしないとな。相談があるんだけど。ここもきっちり探索しないとな。
はっ。関係が変わったみたいだ。ブレブレも建造を手伝い始めたって聞いたけど、頑張ってるかな。どうにもあのマポは怪しい。しばらくは注意しておくべきだ。渡すものは確か。どうしたの？急にバタンって倒れちゃったもん。大げさに騒ぎすぎなんだって。ただの過労だ。それって無理しすぎってことだよ。やること山積みなんだよ。コロニーを自立させるにはこんくらいしないと。そんなに大変なの？うちはレウニス部隊の戦果で持ってたようなもんだ。キャッスルの支給に頼ってた分、反動もでかい。どうして話してくれなかったの？必要ないと思ったんだよ。俺一人だってどうにかなる。というのは建前も、ルディのために頑張ってたも、あんまりいじめるとかわいそうも。お前、ユゼットはルディの兄貴でいたいも、だから弱いとこ見せたくないも。そうなの？とにかくだ、このまま寝てるわけにはいかないんだよ。事情は分かったけどよ、そもそも何しようとしてたって？コロニーラムダへレウニスを派遣するも。ラムダ？ケベスのレウニスをアグヌスに貸し出すってこと？ああ、戦場での役目を終えてもレウニス自体はまだ動く。少しでも使ってやりたくてさ。とか言ってるけども、ユゼットはこのありさま。レパパも仕事の合間にパパッと手伝ってあげてたも。言い方。僕もできることをしたいよ。ユゼット、仕事ちょうだい。え？あ、そうだな。じゃあ今話したレウニスの派遣を頼めるか。あとは向こうの軍務長へ引き渡すだけなんだ。分かった、任せてよ。
ところでイスルギ軍務長はなぜケベスのレウニスを必要としているんだ。詳しいことは聞いてないけど何かの調査に使うらしい。レウニスを必要とする調査、ラムダに何かあったのか。考えるより動いちまった方が早い。だろ。だね。しっかりやってこいよ。あと無理はするな。大丈夫、ユゼットこそしっかり休んで。それじゃコロニーラムダに行ってくるね。コロニー同士の関係に変化があるみたいだ。君がイスルギ軍務長だね。お願いされてたレウニスを連れてきたよ。協力要請に心よく応じてもらい感謝する。しかしまさか噂に聞く軍務長自らやってくるとは。急にごめんね、いろいろあって。あ、動かし方わかる？こっちの人たちが操縦するんだよね。そのつもりでパイロットも呼んである。指南を頼めるとはありがたいが。よかった、うちのパイロットたちも話したそうにしてたんだ。知りたいことがあったら何でも聞いて。心強いな。イスルギ軍務長、レウニスを用いるほどの調査をすると聞きました。何があったんですか？そのことだが、近頃コロニーラムダ周辺の水資源が急激に減少している。ではその調査に。いや、原因は地形局が突き止めた。大幕府の上層に住み着いたアンセルだ。アンセル、確かインビディアス山脈に生息しているはずじゃ。ああ、おかげで付近の植生に影響が及んでいる。特に憂慮しているのは治療に用いる直し草を食い荒らすこと。それは見過ごせませんね。つまりそいつを駆除したいっつうことか。それで強いレウニスが必要だったのね。で、あんたも疲れた顔してるのは働きすぎとか？あんたもとは？僕の副官も働きすぎなんだ。なるほど。ノア、俺たちも協力するよ。申し出はありがたいが、このくらい。問題ないって甘く見てるとイスルギも過労で倒れちゃうよ。みんなでやれば負担は減るよね。ルディはイスルギさんが心配みたい。少し楽したって誰も文句言わないと思うぜ。わかった。ではお願いできるだろうか。君たちが手を貸してくれるなら解決も早いだろう。もちろん任せてよ。協力感謝する、ルディ軍務長。イスルギとタイオンって友達なの？ねえねえ、イスルギとタイオンって友達なの？軍務長は友達というより君たちで言う兄。目移りするな。かもしれないな。
さて、何を買おう。アンセルはこの先で目撃されてるんだったな。ああ、ここ一帯はスキートの巣もある。気をつけて進もう。あ、もしかして強そうな敵が来る。気をつけて。こいつがイスルギたちを困らせてるやつか。出会おうか。来やがれ。ありがとう。どうしよう。今ので全部か。これで直し草も荒らされないね。レウニスたちも。もう戦わないで済むといいな。ルディさん、見るですもん。お花綺麗ですもん。本当だ。でも、ちょっとしか生えてないね。さっきのやつにやられちまったか。いや、その花はインビリア山脈の、この地域に生息するはずのないものだ。じゃあなんで。ユーニの言った通りかもしれない。きっとアンセルが花の種をここに運んだんだ。マジか。体についてたのが落ちてそのまま根付いたんだね。何もこんなとこに咲かなくてもな。勝手に連れてこられたんだ。咲く場所は選べねえだろ。ここで咲くかどうかしかねえ。は、自分で咲くことを選んだんだ。諦めずに。僕とは一緒だ。世界は僕と同じように生きてるんだね。嬉しいですもん。すっごく。ここでセリオスアネモネが取れるようになるとは。嬉しそうだな、体温。またハーブティー飲ませてくれよ。うまくいったようだな。先んじて報告は入っているよ。アンセルが及ぼした影響ですが。心配ない。当面は地形局で経過観察を行うつもりだ。ならうちのレウニスを預けていくよ。もし新しいことが分かったら僕たちにも教えてくれる。珍しいな、レウニス以外のもんに興味持つなんて。だってさ、適応するために自分で変化するんだよ。こんなすごいこと知らないままになんかできないよ。知らないままにできないか。我々が最も恐れたメカニックがこうも無垢な人物だったとは。え？こうして顔を合わせるまでは
勝利にこだわる冷徹な軍務長だと思っていた。コロニーサーティの死生観のせいだね。ルディ自身はレウニスのこと以外マジで何も考えてなかったぜ。ひどいな。でもそうだね、何も考えずたくさんのレウニスを壊したよ。だがそれは一面的な見方に過ぎない。かなり大掛かりな新型を作ろうとしているのだろう。それも全く新しい方向性のレウニスだとか。え、どうして知ってるの？地形局の情報網を侮るなよ。なんでお前が得意げなんだよ。ドルークは友達だよ。完成したらイスルギも会いに来てよ。そうさせてもらおう。コロニーサーティとは友好的な関係を築くことができそうだ。先ほどの協力の申し出ありがたく受け取らせてもらいたい。うん、こちらこそ。これからもよろしくね。イスルギと友達になれたってユゼットに教えてあげよっと。それじゃあコロニーサーティに帰りましょう。どうしたんですか、グム。ああ、君たちか。先の戦いで鉄巨神が大破しただろう。その影響で遠隔で管理していた自立型レウニスが命令を聞かなくなってな。よくわかんねえけど、それって大丈夫なのか。ああ、うちの技術部の連中を送ったからすぐに状況もわかるだろう。その自立型レウニスが必要なの？もしかして戦闘があるとか。そうではないから安心してくれ。コロニーラムダは今エーテル採掘に注力していて。なんだ。坑道の崩落との通信が。何？すぐに向かう。各隊の編成は済んでいるか。全て終わっています。では先に向かっていてくれ。わざわざ顔を出してくれたというのにすまないな。軍務長、僕たちも手伝います。太陽、頼めるか。はい。坑道の入り口へ急ごう。もうすぐ行動だ。盤は安定していたはずだ。一体何が。おい、あれ見ろよ。あそこが崩れたんだ。あ、モンスターがいるよ。エーテル濃度が高いところにいた奴らがここまで出てきたのかもしれん。早く行こう。まっすぐ行ける場所ではない。回り道をして行かねば。レウニスがあんだからそれでパパッと終わらせられねえのか。レウニスの軌道には各隊トップの許可が必要だ。緊急事態だってのにのんきなこと言って。お前たちはここで待機だ。二次被害を想定し我々だけで進む。ですが軍務長。行動口の補強を終えたら一部撤退だ。他は衛星部隊と連携し怪我人の手当てに当たってくれ。この命令は特別措置だ。責任は私が取る。各隊にもそう伝えろ。さて、君たちだが。大丈夫です。任せてください。わかった。すまないが、頼むぞ。崩落現場に向かうには、まず、上へ向かう必要があるんだ。
やるぞ。ふんぬぬふんぬぬふんぬぬ。よっ。まとめて面倒を見てやるか。私がおとりにならなくちゃ。攻撃を集中させてくれ。こっちに来やがれ。ありがとう。パワーカーズ連覇。大リーダー、私が相手になるよ。これでもっと使える。行こう。魔法を使わせる。私が相手になるよ。予測の範囲内で最高の差に弱点は見られない。まだそんなもんじゃねえ。たまには力技もあるから。暗いよ。予測の範囲内で無理すんな。下がってろ。ドアならもっとやれるよな。こっちだ。
使わせてもらおう。蹴散らされてえのか。バンカーやつになるよ。ありがとう。大人気のまま攻める。絶好調だな、ユウ。やつに返す。ブラッシュブラッシュブラッシュ。もうかる。もう嫌がねえのか。危なげない戦いぶりだったよ、セナ。ふふん、私の力見せられたみたいだね。この先のエレベーターを降りればすぐだ。何かの縁かな。
してやる。バカ、私が相手になるよ。ありがとう。そこまで。アッパー、フライエッジ。このまま攻める。絶好調だな。よそ見はさせねえ。俺を見てな。気合が入ってるな。派手な戦いぶりだろ。もっと褒めてくれよな。あとは待つだけだ。よし。誰か聞こえるか？助けに来たぞ。あ、軍務長、無事です。全員生きてます。どうやら奥で作業していた者は少数のようだが、無事でよかった。地盤にしてもこの支えにしても崩落を起こすとは思えなかったが、潜んでいたモンスターどもが脆くなった岩壁を破壊して出てきたのか。掘削でより濃度が高い場所につながり、そこにいたモンスターが動き出したのでしょう。エーテルが見つかるのは嬉しい限りだが、今は救出を急がねばな。まだモンスターがいるかもしれない。気を引き締めていこう。ああ。崩落した場所は近い。急いで向かおう。はい、軍務長。なるほど、ここか。見つかった。エーテルを蓄えていた連中だ。気を抜くなよ。ラウンドヒーリング。あたりが入ったよ。引き付けられねえ。激怒。みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ、太陽。そこをどいてくれ。俺がいりゃ余裕だぜ。エーテルを蓄えていた連中だ。気を抜くなよ。エアパンク。セナ、どうにか片付いたようだ。レウニスに乗っていたからか、大きな怪我はなかったみたいだな。不幸中の幸いとでも言うべきか。ともかく皆が無事でよかった。太陽、いや君たちには助けられた。ありがとう。いえ、軍務長の指示があってこそです。ああ、判断が早くて対応も迅速だった。私はこれぐらいしかできないからな。ラムダの皆も、そして君たちも、自分のすべきことを分かっていたから崩落から仲間を救えたのだ。感謝してもしきれない。それにしても近くの場所でエーテルが安定して取れるなんて羨ましいよ。うん、つい最近うちの部隊の調査でエーテルを採取できることが分かったんだ。豊富な資源があればコロニーも安定するだろう。エーテルが足りてないコロニーは多いって聞くな。なくてはならない資源だと皆も分かっている。失ってしまう前にどうにかしたいという気概をラムダの皆が持っているのだ。ところでお前たちの旅はどうだ。旅ですか。お前のように強い意志で前へ進む人間が羨ましい。そう思うことがある。そんなことは。軍務長ってのはそれだけで大したもんだと思うけどな。グレンのカムナビア、噂に聞く白金は確かに強いだろう。だが私は彼らのように単身で道を切り開けるような男ではないよ。それはほとんどの人がそうだろう。私の弱さは私自身が一番分かっている。あの日ナミやお前を失ったことで思考を放棄した。
責任の所在を誰かにぶつけようとした弱さを失政官につけ込まれてしまった。あ、これは失って気づいたことの一つだ。皮肉にも失わなければ私の中にあったあの感情を知ることもなかっただろう。聞きたくもない話を聞かせてしまったな。そうだ、君たちには礼をしなければな。後で軍務長室に来てくれるか。待っているぞ。エーテルは回収しよう。エーテルはあるに越したことはないが、エーテルは回収しよう。さて、君たちに礼をしたいと思うのだが。俺たちは見返りを求めて手を貸したわけじゃないさ。ま、そうだな。そんなのは別に期待してねえよ。しかし、そういえば自立型レウニスの話は落ち着いたの？動かない理由がわからないと報告を受けたばかりでな。あの崩落を見た以上、今以上に万全を期したい。そのために自立型レウニスは必要不可欠なのだが、こちらに戻すこともできないのでは使うに使えない。つってもな、何から何まで君たちに頼むつもりはない。崩落の際に力を貸してくれただけで感謝してもしきれないというのに。失礼します。グム長、自立型レウニスの件で報告が。何か進展があったか。はい、どうやら起動したらしく。そうか。一度軍務長に見てほしいと。使えるかどうか判断を仰ぎたいようで。わかった。というわけだ。来てもらったのにすまないが行かなければ。自分も行きます。太陽、まあいいんじゃねえの。乗りかかった船って言うだろ。邪魔はしないからさ。それならいいだろ。わかった、ついてきてくれ。